腹筋が苦手な人でも今日のはおすすめ。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、腹筋全体に効く逆プランクを紹介します。以前ですね、上半身と下半身を浮かしてこうやってキープっていうね、腹筋全体に効いてお腹を引っ込める腹筋を紹介したんですけども、腹筋の弱さによってはですね、上半身が上がらないっていう人も多いと思います。そういった方におすすめな腹筋を紹介します。で、今回はタオルを用意してください。このタオルを使うことによって、腹筋全体にね、腹筋が苦手な方でも効かすことができますんで、今から紹介します。このタオルをですね、膝の裏にセットしてください。これで手の力を少し使って足を持ち上げる感じでですね、上体を一緒に起こします。こういう感じです。足は少し曲げておいた方が、腰が浮いちゃう人はですね、腰が浮きにくくなりますんで、足を伸ばしても腰が浮かない人は足伸ばした方がその分負荷が上がりますから、お腹にしっかり効きます。で、膝の裏にセットして、こういう感じで上体を起こしてですね、腰をしっかり丸めてキープします。これを一緒に1分間やっていきましょう。ポイントはお腹をしっかり引っ込めて、息をできるだけ長く吐いてください。1分キープしますんで、目標はですね、呼吸を6回、10秒ぐらい吐く感覚でですね、やってください。では行きましょう。1 set to go workout。できるだけ息を長く吐きます。あんまり上半身を起こさないようにね、ちょっと胸張ってですね、こういう感じです。で、手の疲れてくるにつれて、手の力を少し持ち上げてですね、足が落ちないように、上半身が倒れないように、これぐらいでキープしてください。あと30秒です。残り20秒。残り10秒。頑張ってください。3, 2, 1, rest. はい、皆さんお疲れでした。今回ですね、タオルを使った腹筋全体に効くね、逆プランクでした。普通のプランクだったらですね、腰が反れちゃう人とかは、腹筋よりもね、脊柱起立筋といってそっちに効いてしまうと、姿勢が悪くなったりね、しますんで、特に女性はですね、男性よりも骨盤が前傾しているので、プランクよりもね、こういった方な、逆プランクの方が女性はね、向いてます。男性は骨盤が大体まっすぐですので、まあどっちでもいいんですけども、まあ、しっかり腹筋に効かしたい場合はね、プランクよりも今回のようなプランクをしてもらえたらと思います。で、タオルを使うことによって、少しね、負荷が軽くなるので、その分ね、時間を伸ばしてもらって、腹筋しっかり鍛えてもらってですね、まあタオルを後々は除いて、タオルなしで、手をクロス、もしくはバンザイしてキープする練習をしてもらえたらと思います。で、腹筋はですね、コツコツすることが大事です。2、3日するとお腹って力が抜けちゃいますから、まあ、できるだけね、毎日少しでも、10秒でも、5回でも毎日してもらった方が、腹筋っていうのは力がね、いつでも出やすくなりますので、参考にしてもらえたらと思います。勉強になった方やコメントやった方、お待ちしておりますんで、よかったらコメントください。そしてツイッターの方もですね、DM してもらうことで、結構ダイレクトにね、メールが届きますんで、YouTube の、まあ、動画のコメントから来てもいいんですけども、結構見れないコメントもありますんで、まあ、よかったらですね、ツイッターのフォローしてもらって、DM の方で連絡もらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。